懐かしい滋賀が映像で蘇る懐かし賀。これは1973年8月25日に滋賀県立図書館で撮影された映像じゃ。この頃は今の建物ではなく滋賀県庁近くの滋賀会館という建物の中に図書館があったんじゃよ。夏休みも終わりかけのこの時期、館内には勉強をする子どもたちがたくさん。みんな宿題の追い込みをしておるのかのう。おお、この頃すでにシャープペンシルは普及しておったんじゃな。当時の子どもたちの勉強の様子がわかる貴重な映像じゃな。